どうも、06の東堀ですえ。本日は今週末に行われます06イン石川に持っていく販売予定個体紹介をしていきたいと思います。え今回のイベントは自社イベントなので事前予約不可となりますことをご承知の上、ご覧いただけますと幸いです。えそれでは早速紹介の方をしていきたいと思います。まず最初にご紹介するのがパステルウーキ50%ヘテロクラウンのオスです。この個体は直半死後個体で、まあ、表現としてはまパステルウーキなんですけど、そのウーキの表現が。 かななり強いいと思います。ここまでウーキーの表現の強いパステルウーキー、まあ、なかなかいないかなと思いますもうパターンで言ったらもうほぼウーキーというか基本的にパステルウーキーってまあパステルの柄というかねウーキーがちょっと弱まってパステルのちょっと若干乱れが強くなったりとかパステル模様が強くなるんですけどこの個体に関してはまあウーキーの表現がかなり強いかなと思います、まあ、一気に YB とか入ってるかのような感じなんですけど、まあ、でも親には一応入ってなくて、まあ、そんなに YB っぽくもないので まあ、ウーキー表現がかなり強い、えー、パセルウーキーなのかなと思ってます片親がヘテロクラウンなのでこの個体は50%ヘテロクラウンになりますこの個体のなんか可愛いところは下顎でんこんな感じでなんか下顎がめっちゃ黒くて可愛いですね、うん、こんな感じでなんか下顎がめっちゃ真っ黒でめっちゃ可愛いですねなんかあの上顎は普通に白いんで,、うん、で親は結構そっくりで親の親の親のメス親の こういう個体も全く同じようになんか下が真っ黒で、まあ、そこだけ完全に遺伝していてすごい可愛い顔します、うんまあ、パイ系とかは結構なんかごの下が黒くなったりとかしやすいんですけどこの唇が黒くなるっていうのはうそんなに見たことないような気もするんでなんか結構可愛いなと思って見てましたこの個体はパステルウキ50%ヘテロクラウンのスで6万円で販売予定です えー続いてご紹介するのがスーパーバニラのメスです、えー、この答えもうちで生まれた答えなんですがこの個体があのパルスジュネシスって言って、まあ、あの動画撮ったんで、ね、まだ後日投稿しようかなと思ってるんですけど、まあ、メスの単位生殖で生まれた個体です、まあ、単位生殖で生まれたら、えー、メスの単位生殖の場合は基本的にはもう必ず性別はメスになってう自分で確実にパルスだと自覚できたクラッチが今まで2回あるんですけど両方ともメスのスーパー体が生まれてるんで、まあ、もしかしたらそれも関係あるのかなと思ってるんですけど まあ一応メスの単位生殖ですねオス親はバットマンとかレオパードウィキークラウンかなかけてたんで、まあ、ヘ一見、ヘテロクラウンと思うんですけど、まあ、あの単位生殖の場合はオス親の遺伝子は入ってないので、まあ、ノンヘテロということになりますなのでまあ単純なスーパーバニラですね、うん、頭がしっかり抜けながら体はバニラクリームよりもややちょっとストライプが強くなりながら結構濃くなるという感じで、うんまあ、スーパーバニラならではの表現ですねでもちろんメス個体というわけです。 この個体はスーパーバニラのメスで4万5000円で販売予定です。 え続いてご紹介するのが GHI と、まあ、あいうまあダーク系の乱れるムルフにまあスポットノーズが入ったということで GHI の柄がより細かくなりながらえ面色部がよりちょっとスポットノーズ系の色というかねちょっと明るくなっていくという感じですが、まあ、GHI の場合は頭にこうヘッドスタンプがまあややちょっと出にくかったりするのでこの答えは分かりにくいんですそれでもやっぱり普通の GHI よりも頭がやや抜けていてあの柄も少しだけ乱れているかなという感じですね。 g h スポットノーズ系も結構、個体差があって、ストライプが強く出る個体とか、乱れる個体が多くて、それ以前にやっぱりこのスポットノーズですね、スポットノーズがパターンの個体差、かなり激しくて、ああ親にすごい乱れた答えを使っても、子供もすごいストライプ生まれたりとか、逆もえ同じようにあるんですけど、この個体に関しては、かなり乱れが出てくれた、ああお手本のような g h スポットノーズの表現している個体かなと思いますま。この個体から生まれる g h スポットノーズクラウンがえどんな表現になるかって、すごい楽しみになるような表現してくれてるかなと思います。 お腹はこんな感じで白いですね。G シャもお腹の真ん中にやや模様入りにくいかなと思います。この答えは G シャイスポットノーズヘテロクラウンのオスで6万5000円で販売予定です。続いてご紹介するのがクラウンのメスです。 まあ今回、アメリカンが2便入ったんですけどその片方の瓶でまあクラウンのシンプルなまあシングルクラウンとかエンチクラウンとか結構たくさん入ったのでまた見ていただけたらなと思うんですけどまああの同じくシンプルなクラウンですねまあ結構あ、のあの黄色が強くてまあ乱れも強くて僕結構好きな感じのクラウンかなと思います。 クラウンもやっぱりシングルクラウンのその表現は僕結構大事かなと思ってて、まあ、結構リーズ付けのクラウンなのかビジーなクラウンなのかで今後やっていくクラウンコンボの表現も間違いなく影響すると思うので、まあ、あの理想のクラウンを選んでいただけたらなと思います結構シンプルなシングルとかエンチ系のクラウンのメス多めに入ったんで、えー、またあのブリーディング意識されてる方とかもなかなかいいラインナップなんじゃないかなと思いますこの個体はクラウンのメスで8万5000円で販売予定です 続いてご紹介するのがパステルレオパードイエロベリークラウン50%ヘテロモンスーンのメスです。まあ、基本的にパステルレオパードに YB が入ると、まあ、このようにこうかなり細かくなったり、乱れが強調されたパステルレオパードクラウンになるんですが、このことに関して言うとその50%ヘテロモンスーンの可能性を感じさせずにはいられないような表現をしているかなと思います。やっぱりこう皆さんご存知の通り、ヘテロモンスーンって割と分かりやすいことが多くて、まあ、もちろん全く表現出ないときもあるんですけど、まあ ほとんどの場合というかね、割と、えー、高確率で結構乱れるというかね、柄が細かくなるので、まあ、この答えで言うとパステルオパード YB クラウンにしては、あまりにも細かすぎるので、まあ、その50%は結構感じるかなというのが自分の感想です。 まあまあ、やっぱりねその、すごい細かく見えても入ってない場合はもちろんあるんですけど、まあ、自分は割とこの50%ヘ均ラモンスーンの入ってる可能性、高いのかなということで、えー、この方もアメリカビンで輸入しました。モンスーンになると、なかなかモンスーンの表現は強いんですけど、まあ、パステル、レオパード、イエローベリーっていう、まあ、さ,さらにまあクラウンということで、まあ、結構キャラの濃いモルスたちが入ってるので、まあ、なかなか、えー、もしも仮にモンスーンのビジュアル出せたとしたら、割と、えー、表現としては結構面白い表現になるんじゃないかなと。 この答えはパステルレオパード YB クラウン50%ヘテロモンスーンのメスで40万円で販売予定です。ツ、え、イートご紹介するのがサイプレス YB ゴーストのオスです。まあ、サイプレスゴースト時代そんな多くはないんですが、まあ、そこに YB が入っているということでもうなんか結構自分的にはドストライクだったのであのー、すぐに輸入すること決めた答えです。これもアメリカ便で来た答えですね。やっぱサイプレスがこう独特のこう ほんと日の黄色というかね、オレンジが出る中で、まあ、そこで豪こ奏になって、こうかなり独特の色の表現してるかなと思います。そこにまあ明らかにこの YB も仕事してると思って,て、サイプレスゴーストだけではこの色味はなかなか出ないんじゃないかなと思います。頭もこう見たことないような色してて、すごい可愛い表現してますね。結構自分はこうサイプレスクラウン系ってこう、まあ、唯一無二な感じで大好きで,で、オレンジの表現かなり強いんですけど、逆に結構カラー、他のカラーモルフ系と、 こう方向性の違うカランボルフ系で結構相性よくないかなと思ってて意外とサイプレスクラウンってやっぱりこうアサンとか難しかったりとかするかなと思うんですけど、まあ、ゴーストは結構自分は相性いいってもともと考えてたんで、まあ、これを機にこうサイプレスゴーストクラウンとかそっちの方狙っていけたらなと自分は思ってます、うんうんえー、この答えはサイプレス YB ゴーストのお酢で17万円で販売予定です つ、えー、いてご紹介するのがサイプレスハリケーンイエロビリーヘテロクラウンのオスです。まあ先ほどと同じくサイプレスにこうイエロビリーという感じなんですけど、そこにこうハリケーンが入っていることによって、まあサイプレスにしてはもう柄がかなり細かいかなと思います。サイプレスって、まあ、どちらかというとこうサイドの模様がこう綺麗に並んだりとかね、ちょっとこう独特のあの大きな模様になったりするんですけど、あんまり細かくはならないんで、この方も、まあ、ハリケーンの影響でかなり細かく。 というのとまあコントラストがより効いてるかなと思いますそこにこうイエローベリーが入ってることによってまあよりこう乱れとこう色のエグさも出てるかなと思います、まあ、押す個体なんでこの個体使ってまあメスシンプルなクラウンでもね結構か綺麗なかっこいいサイプレスクラウン系のコンボが一発で出せるんじゃないかなと思います首元も結構柄細かくて。 首のサイドも、ね、柄細かくて結構、なんかボールって首元とか尻尾先、まあ、尻尾周辺とかって柄がこうスライプ色になって少なくなりやすいんですけど、まあ、こういう首元に結構細かく柄が入っている答えは僕、結構好きですねで。この答えはサイプレスハリケーンイエローベリーヘテロクラウンのお酢で30万円で販売予定です。 続いてご紹介するのがスマパイポッシブルブラパス YB のメスですこの個体は親の関係合わせ的にブラパスと YB の可能性があるとのことなんですが、まあ、普通のスマパイよりも割と黒い方かなと思うので、まあ、もしかしたらどちらか入ってるかなという感じですやっっぱりりスマ自体体が個体差かなりあって 単体のスマだけでもこう結構明るい茶色のスマからもうかなりもうブラパス入ってるんじゃないかってぐらいもう真っ黒の相撲までいるのでなんとも言い難いんですけどまあ割とまあどちらかの可能性はあるのかなと思います。というのとまあスマパイはブラパスパイに比べるとまあややこうミドルからロー寄りが出る可能性が高いかなと、まあ、もちろんねハイホワイトのスマ,もい,るスマパイもいるんですけどややミドルからローの可能性が高いかなと思います。 でこの個体が残念ながらちょっとかなり脱皮の初期段階というかおなかとかも、ね、ちょっとこうピンクっぽくなってきて,て、まあ、曇り始めてるんでね正確な色が分からないんですけど、まあ、こう脱いだとの,の姿を楽しみにしたいなと思いますただ、この辺とかもめっちゃ黒いんでもう、まあ、まあちょっと、えー、バイバスとか指入ってたらなという感じですでもやっぱりこのあとはスマパイっていうのは普通のイートボールのパンダパンに比べて機型はかなり少ないので、まあ、そこもこうみんなブリーダーたちがこぞってスマパイにシフトしている理由の一つかなと思います。 やっぱりどこまでいってもこのブリーディングとしてもこうペットとしても,もう見た目もスペックも最高のコン,ボ,かなコンボ,ボのパイかなと思うのでもし気になる方はまた石川県で見ていただけたらなと思いますこの個体はスマパイポッシブルブラパス YB のメスで68万円で販売予定です最後にご紹介するのがボンゴブラックヘッドブラックパステルヘテロクラウンのオスです まああのー、結構見た目がかなりイカつイ感じでサイドボンゴ特有のちょっと白上がりというかねもうパターンはボンゴとか,かけ離れてるんですけどこの色の感じが完全にボンゴの表現はちゃんと出てるかなと思います顔つきも結構ボンゴ入るとこう上下にこうペタッとした薄っぺらい顔になりやすいので、まあ、なかなか顔もボンゴらしさ出てるかなと思います自分昔から、えー、ボンゴブラックパステルとかボンゴシナモン系のコンボが大好きで、あのー、ボンゴの単体ってのはド派手じゃなくてややちょっと明るくなりこうなんかこう 明るいブラック、乱れたブラックパステルみたいな表現になりやすいんですけど逆にこうブラックパステルとかシナモンとかかるとサイドの模様がかなり細かくなりながらつながったりとかで黒さもちょっと強調されたりとかして単純なボンゴブラックパステルとかでも結構かっこよくなるんですけど、まあ、そこにこうブラックヘッドが入ることによって背中のブラックバッグがより広くなって、まあ、色は色味というかねもうよりちょっとこう濃いもうブラックヘッド特有のこの。 ちょっとモノトーンの黒さというかね、こう真っ黒な感じになってて、めちゃくちゃかっこいい答えかなと思います、もう表現としては、優勢、ダーク系の優勢三コンボなんですけど、もう完璧にこうかみ合ってるというかね、こうかっこよくなっている表現かなと思います、しかもこうヘテラクラウンのオスということで、結構、こう掛け合わせまでも早いんで、なかなかこれを使う、この答えを使うと、他の人が出せないような、こうかなり変わったダーク系のハイコンボなクラウンが一発で出せるかなと。 思って輸入した答えです顔つきもねこうなんかこうオニキスとかエイトボールみたいなちょっと顔してて顔の形というかね本当に真っ黒で,でなおかつこうブラックヘッドが入ってるんでねもう,こう真っ黒になりながらアイラインも完全に消失してて最高にかっこいい表現かなと思いますでお腹側はまあ横からかなり白上がりしてて まあのブラックヘッド特有の結構し、まあ、白いというかなこの方、ちょっと柄若干やや入っているんですけど結構まあブラックヘッド特有の白さもあるかなと思います、えー、この個体はボンゴブラックヘッドブラックパステルヘテロクラウンのスで35万円で販売予定ですこんな感じで本日は今週末に行われますゼロルクイーンシカに持っていく販売予定個体紹介をしてみました。 えまあ、ゼロク国石川は過去何度かえ自治体弁でやったことがあって、まあ、今回で3回目になるのかなになるんですけど1回目2回目の会場は内灘の箱という、まあ、あの内灘町という、ね、場所にあるはちゅうりカフェだったんですけど今回はえ金沢駅からわりと近くにあるこう市内の,その片町っていう繁華街の中にあるリリオっていうはちゅうりバーでやらせてもらいますで今その内灘の箱というのは、えー、とリールの中に入ってて、えーまあ、営業スタイルとしては昼間が内灘の箱で、まあ、夜はバーリリオみたいな感じになっているようで、まあ、そこのその ハチュリバリーリオさんで今回やらせてもらうので、まあ、久しぶりにまた石川の皆様とお会いできるのをすごい楽しみにしております今回はあとはそのロンティーねまだ出そうと思ってるんで、まあ、あの最近白黒と出した同じデザインの,あのまあ小さめのロゴのロックスシルエットタンタケのロンティーを出そうと思いますで今回はそのロンティーのデザインは完全会場限定なので、まあ、会場のみの現在販売とさせていただこうかなと思ってますで今後のサイズ感なんですけど何度かあのご説明したことあるんですけどちょっと結構大きめというかねダボっと着るような感じなのでいつもよりが着てる T シャツのサイズ ワンサイズ小さめでもいいのかなと思います今回は、えー、結構あの「06」西川用に入れた答えたちが多くて結構個性的な答えも多いのでまあ、またいつもと違うラインナップを楽しんでいただけたらなと思いますいこんな感じで本日は今週末に行われます「ゼロ禁止川の販売予答え紹介をしてみました